はい、皆さんこんにちは。どうもヒロです。エンジンかからんかと思ってちょっと焦った良かった、明るいうちに撮れましたということで、ロードスターで車載撮っていきます。今日はちょっとまたデミオンに乗り換えなきゃいけないので、まあそれまでのちょっとドライブなんですけど、暑い。もうこのアルミのシフトノブがくっそ暑い暑い。なんかもういろんなとこが暑すぎて、まだ僕が止めてる駐車場がラッキーなことに日陰なので、そこだけが救いですね。日陰でもこんだけ暑い。一応今日もちゃんとカメラの角度はこう見ながら撮ってますが、どうでしょうか暑いな。名古屋の方は今日が最高気温が40とかってなんか書いてあって、そこまで上がるかわかんないですけど、本当にやばい超暑い。いやー、本当はあんまこういう暑い日にロードスター乗りたくないんですよねなんせ1年前にこのクソ暑い日に燃えてるんで、また同じことになりそうで怖くて、あんまり、まあせめてこの時期でも、まあ夜だけとかに乗りたいんですけど、あっち顔がやばい。すごい顔に熱気が来るクーラーは一応効くんですけど、この車、まああんまり使いたくないというか、極力使わないようにしてるんですけどね。あーちーなー、めちゃめちゃ天気がいいこんなに良くなくていいぐらい天気がいい。もうちょっと右向けた方がいいのかな、このカメラ。どうなんだろう。もうちょっと下向けた方がいいとか。こんなもん。暑いな。特に喋ることは決まってないんでただただこう運転するだけの動画になっちゃいますけど、あと暑いとしか言えないです。まあこの時期なんでね、この時期というか、まあコロナがひどいんで、あんまり出かけることもないとは思うんですけど、まあ出かけるときはですね、本当に暑いんで、しっかり熱中症対策が必要だなと思います。思わされますね。暑いな。本当に暑い。窓が汚い前ケルヒャーで洗車した時にロードスターも軽くケルヒャーの水は当てたんですけど、
ちゃんと洗車してないんで汚いですね。あ、この暑い時期に洗車するとそれもなんか良くないんですよね。ちょっと涼しいぐらいの時の方がいいっていう風にはよく聞くので、暑いな非常に。撮れてるかな iPhone が高温注意で止まっちゃった。ちょっと今帽子脱いじゃったから角度がちょっと変わっちゃったかも。大丈夫かな。しまった。そうか、この暑い時期だと iPhone もう使えねえな。しまったな。一応撮影は止まってないんでそれだけが良かった。このロードスター燃える前よりも今これアイドリングすんげえ安定してて前結構アイドリングが安定しないことがよくあって、すごいフラフラしてたり落ち込んだりとか結構あったんですけど、なんか去年燃えてで今年の3月に直して以来なんかすごいアイドリングの調子がいいんですよねやっぱりこの車ももう22年前なんでやっぱ休憩が必要ですね、きっとある程度休息が。暑いな本当に。もう車の中に入ってくる風もぬるいぬるい楽しいな本当に。昨日の夜動画撮った時も楽しい楽しいばっかり言ってたけど本当楽しいやっぱこの感覚はデミオじゃ味わえないな。デミオも別に悪くないんだけどな、すごい楽しい車なんですけど、マフラー変えたいなやっぱマニュアルの車はある程度ブンブン言ってないと気分が上がらないですね。暑いよ。左側にあるタイヤショップアリーナというところがですね、セブンとロードスターを結構専門的というか扱ってていっぱい止まってます。僕が小学生ぐらいの時からすげーってずっと気になったところなんですけど、しまった。曲がります。
暑いということで、もうすぐですね、ちょっと到着するので、まあ今回はこの辺で動画を締めたいかなと思います。ということで、このヘッドマウントですね、ヘッドマウントじゃねえか、クリップマウントを使っての、ロードスターでの車載、今回は昼間の明るい時に撮れてよかったです。またロードスターで撮りたいなと思いますね山行ったりもしたいんですけどね。ということで、まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。いやー、非常に快適ということで、ロードスターに乗り換えました。あ、ロードスターじゃねえや、デミオだった。デミオに乗り換えました。やっぱ新しい車涼しいなー、クーラーが。はい、ということで、そんだけですご視聴ありがとうございました。